これ以上犠牲者を増やすことは絶対できない。我々の総力を挙げて。どうもこんにちは、解剖チャンネルの解剖でーす。今回は福井市の藤島高校の近くにあるお店にやってきました。それがこちらのタコハチ。お好み焼きや焼きそば、たこ焼きをいただけるお店でーす。お店の中はこんな感じ。実はこのお店、福井を舞台にしたライトノベル千歳くんはラムネ瓶の中、通称チラムネに登場しています。作品の中ではお店の名前はタコ Q となっており、主人公の千歳くんたちがよく足を運ぶ馴染みの店となっています。お店の本棚にはチラムネが置いてあり、その本棚の横には作者であるヒロム先生のサインが入ったポスターがあります。ちなみにお店の駐車場はこんな感じ。そしてメニューはこんな感じ。お好み焼きやたこ焼きのほか、唐揚げや生姜焼きなんかもあって、追加料金を払えば定食にすることもできます。今回はチラムネにも登場したタコハチ名物のジャンボ焼きそばをいただきます。本当は学生限定メニューですが、この日は特別サービスで元学生の底辺動画投稿者も食べてよいという許可をいただけました。というわけでこちらがジャンボ焼きそばです。具材はシンプルに豚肉とキャベツ、麺は3人前入ってます。いただきます。画面では伝わりづらいですが、でっかいお皿にもりもりに盛られた焼きそばはかなりのボリューム感です。味はソースとタレの2種類から選べます。今回はチラムネで千歳くんが食べてたタレ味にしました。これまで見たことない麺の量に若干ビビってますが、とりあえず一すすり。ソース味とはまた違った旨味がしっかりと効いた味で癖になりそうです。めちゃくちゃうまい。麺は結構細めでチュルチュルと食べやすくていい感じです。こちらのジャンボ焼きそば、学生さん限定ということで、お金のない高校生や大学生にたらふく食べてもらおうって感じのメニューでございます。お店を一人で切り盛りしているばあちゃんに話を聞いてみると、チラムネの作者のヒロム先生も高校生の頃よくこのお店に通い、部活終わりに仲間たちとジャンボ焼きそばやお好み焼きを食べていたそうです。しかもその後普通に家で夜ご飯を食べていたそうな。高校生の食欲恐るべし。かくいう解剖も高校生の時は今以上の食欲だったことをその話を聞きながら思い出しました。解剖は高校の時野球部に入っていて、練習終わりはいつもお腹ペコペコでしたね。解剖はあんまりお金がなかったし、放課後にちょっと寄って食べれるとこもなかったんで、家に置いてあった冷やご飯とかを晩ご飯前にむしゃむしゃしてましたね。残念ながら解剖は2年生になった直後のタイミングでとある事情で野球部を辞めてしまうんですが、なぜか食欲がそのままで運動しないのにめちゃくちゃ食うから、やめた後しばらくして激太りしました。解剖特製 LINE スタンプ好評販売中。ちなみにタコハチさんはこの場所でお店をオープンしておよそ35年だそうです。今の場所に来る前は石川県でお店をやっていて、そこから数えると40年以上になるそうです。解剖がジャンボ焼きそばを食べていた時、他にも常連っぽい人が2人いました。みんなでおばちゃんとの軽快な会話のキャッチボールを繰り広げて、みんなでケタケタ笑い合ってるのが楽しそうで、思わず会話に混ざりたくなるくらい、お店の中にはものすごいいい雰囲気が漂ってました。愛されてるお店ってこういうお店のことを言うのかななんてしみじみ思っちゃいましたね。
何やかんや言うとるうちに完食間近までやってきました。正直言うと半分過ぎたぐらいからだんだんときつくなってきて、食べきれるかどうか不安になりましたが、なんとかいけそうです。この撮影に備えて前日の晩ご飯はライス抜きにして、食後は1時間ウォーキングをし、その後ちょっとポテチ食べて、当日の朝は朝食を抜いて万全の体制で臨んだんですが、恐るべしジャンボ焼きそば、生半可な胃袋では太刀打ちできないボリューム感でございました。ごちそうさまでした。やったね。というわけでタコハチさんの学生限定ジャンボ焼きそばをいただいたわけですけれども、お腹を空かせた学生さんにおすすめしたいボリューム満点でめちゃうまな焼きそばでございました。学生の皆さん、お腹が空いた時はぜひタコハチさんに寄って食べてみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。